ああ、見てみた。見てみた。おはようございます。SBFJ トネガです。埼玉県埼玉市にある交差した水路へ遊びに来ました。とはいえ釣りをするのは自然あふれる水路側です。こっち側の水路はかなり浅いので魚もいないことはないんでしょうけど、釣りとしては成立させるのが難しそうです。水路を眺めつつ歩いていると草が残っていることに気づきました。というのも、ここは去年釣りをしましたが7月末だったので、そろそろ行政による草刈りが始まりますかね。やっぱ雰囲気あるよな、この太陽木漏れ日の感じ。裏も水路流れてて木漏れ日の感じで、ブーム、全部雰囲気がいいのでどこで竿を出そうか迷います。やっぱ流れ強いんだよな。よどんでるっちゃよどんでるけど、できるかな。やってみるか。うわあ、あー、いつものセット取れてなかった。やっちまったや。釣り台の準備が完了しました。いつもなら横木、テーブル、竿、アンガー、前、後ろ、背もたれ、クッション、竿ケース、一個一個やってる予定だったんですけど、取ってませんでした。すいません、やってしまいました。とりあえずでも釣り台は準備できたので竿を出していきます。竿は風切りの12尺にしてみます。すぐそこに背びれ出して鯉が、あ、今尻びれが見えてますね。あの土管のところです。鯉がジュパジュパしております。大変恐怖でございます。竿の口栓を外してとりあえずグルテンボールに置いときますが、その上からシンベラグルテン底50、イモグル25、ワタグル25をダイレクトに投入。美味しい水は水汲みバケツを、あ、すげえタイミングでパコッとちっちゃくなった。美味しい水は水汲みバケツで確保。グルテン作ってコンパクトタオル吸水しますか。コンパクトタオルを吸水。おっと、汲んだ水を入れようとした瞬間、ようやく気づきました。現地の利根川、気づいてくれました。竿線がグルテンまみれにならずに済みました。セーフです。ではでは一投目よろしくお願いします。グルテンが飛んだ。一投目よろしくお願いします。ということで、ここは水深が1メートル弱で流れが多少ありますから、釣り方は重りベタのドボン、外同士で1号、約3グラムのナス型重りをつけています。浮きの動きを見ているとどっしり落ち着いているように見えますが、流れに強弱があるのか、はたまた渦巻いているのか、こんな感じでじりじり、じわりじわりと流されていきます。去年もこんな感じだったなぁと懐かしい気分になります。
今日釣りをするのは長くても午前中いっぱいくらいで考えているので、寄せる力の強い団子餌を最初の方から投入します。そして人間利根川にも朝ごはんを投入、納豆の手巻き寿司、寿司ハンドロール、これの最後の一口を食べた直後、まだ噛んでいる途中に浮きが動きました。流れで転がってきたのか、ただの枝でした。商品のリニューアルで新製品シールをつけるっていうのはどうなんでしょうか。針はなんか、もしかしたらセッサの3号がついてた臭いので、セッサの6号にしてみます。冬場なんか水ないんだけどね。いや、そうなんですよね、うん、冬場本当になんか30センチも多分ないぐらい、そう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 、そんな感じですもんね、うん、この時期だけのなんかこのなんか水があれね、入ってるお邪魔しました。あ、いえいえ、すいません、ありがとうございました。また見させていただきます、はい、今後ともよろしくお願いします。はい、じゃあお気をつけて、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さて、カメラは浮きに場面が映りまして、水面に映るおっちゃんとブクブクブクと浮きの周りにあぶくが出ています。魚に限らず生き物が寄ってきた証拠ではありますが、こういう泡の時は怖いですね。正直恋の気配を感じますが、それより怖いのは今動画を編集している今ですよ。右足が捻挫したように痛いことです。寝る時に足でもひねってたかなと思いましたが、一つ思い当たる節がありました。この痛み、ここ 2,3 ヶ月ぐらいの間でもう少し弱い痛みが右足ではなく左足に出てたんですよね。ずっと頭をよぎっていた病気があります。いや、でもですよ、親指の付け根だったり小指の関節とか、まあ、末端が痛くなるって言うじゃないですか。どう考えても足の真ん中なんです。だとすればその病気は違うと言えるでしょう。ですが自営業になって7年ほど経ちますが、昔やった健康診断では尿酸値が10を超えていました。それ以降も生活を変えてはいないので、数値は改善されていないことでしょう。見て見ぬふりも限界か。少し前には流行り病にもかかりまして、 4,5 日は食事もできませんでしたが、それで痩せたり改善するほど甘くはないようです。1週間動画を飛ばしちゃう可能性もありましたが、なんとか毎週1本というのは維持してできております。毎週見てくれている皆さんのおかげです。ありがとうございます。当たります。ちっちゃいけど一つは一つ。これちっちゃいの極みですが、ヘラブナさんじゃないの？うん。ちっちゃいけれど、まちっちゃくてわからんけど関係ねえや。ああ釣れて嬉しい。ちっちゃくたって嬉しい。ちっちゃすぎる。めっちゃくちゃちっちゃい。ありがとう。ブクブクしているのは濃いかもしれないなんて言っておきながら、小さなフナが食ってくれました。これはその次の一頭ですが、アブクが出ていた理由、正体が判明します。正体がわかるだけで食ってはいなかったので、合わせる直前までスキップしますが、やっぱり餌に寄ってました。さてさて、皆様正体を予想してみてください。って言っても何もヒントも何もなければ全く見当つかないと思いますので、魚の色をお伝えします。黄色です。あと鳴き声がちょっと特徴的です。さあどうでしょうか。
った。かかってきたのはギギ。ちびギギ。ギギギギ。これもなんか背びれ尻びれに毒があるとかなんとか。嘘かまことか。おーギギ。まあ、これは食ってなくて引っかかってました。ギちゃんごめんねー。ああ引っかかってる。あ、行った行った行った。よかったよかった。今年も釣りをしたこの水路と今日釣りをしている水路は同じ水が流れています。もちろん同じ水というのは水路としてつながっているということです。なので当然といえば当然ですが、去年こっちの場所で釣りをした時にギギが引っかかったので、あっちのというよりも今日釣りをしている水路でも、まあ、ギギがいるっちゃいるんですが、なんだかびっくりしました。なんかの魚がそこで追いかけっこをしていた、いる、いた、引いちゃった、いなくなっちゃった。追いかけっこ、ここでぐるぐる追いかけっこしてたのに。そうそう、餌はグルテンのみでスタートして、今日は短期決戦の予定ということもありバラグルにしましたが、それも流れが強めだったこともあってグルテンに団子餌を混ぜ込んでグル団子にしちゃいました。まあ、一つ前の動画でもグル団子の調子が良く結構なサイズが連発しているので、よかったらぜひご視聴ください。ところで今年時期がまだ早いんだとは思いますが、そこら辺に転がっているセミはいわゆるミンミンゼミとかアブラゼミではなく、ちょっと小さいニーニーゼミが多くないですかね。もう今年は自販機だったり公園の街灯でよく見る気がします。今までは意識していなくて8月にいわゆる想像するようなサイズのセミを見ていただけなのか。いやでもなんか多い気がします。10年に一度の大量発生とかそういうやつかなと思ったんですが、皆さんの地域はいかがでしょうか。あと近年はセミの幼虫を食べる方が、まあ、いろんなところで増えてますね。私も夜な夜な息抜きで池を眺めていると、まあ、どういう風に採集しているのかは分かりませんが、取って持ち帰っているような方がちらほら見かけます。私はできれば食べたくはありませんが、世の中が食糧難になったら雑草を食べたり鯉やフナを食べる日が来るかもしれないので、まあ、その時はその時で強く生き延びるつもりです。そんな世の中が来ないことを祈ります。あーミンミンゼミだ、ゼミだ。結構多いけどさっきよりはサイズアップしたマブラさん。お、よし、ちょっとサイズアップしたから次はもっとサイズアップするといいな。 Thank you。 うまいオレンジジュース、ポンジュースが恋しいな。昔15年くらい前にポンジュースってコンビニで売ってたと思うんですが、最近は全く見なくなっちゃいました。まああったら買うのかと聞かれたら、さっき痛風になったとお話しした通り、そんなものを飲んでいる場合じゃなく体をいたわるべきなのかもしれません。常に捻挫したみたいな痛みでまともに歩けないのは本当に困ります。ノズリもまともにできなくなっちゃうと思いますし、まあ困りました。あ、まあ釣りの話に戻って、流れが不規則で時々ぐーっと押されてしまうので浮きの目盛りは意図的に少
少し出し気味にしていて、右に流されても対処できるようにしています。この浮きがいつ動くかわからないスリル、楽しいですね。このドキドキにやられちゃってるんですよね。なんでしょうか、全く上がってきません。ですが何か枝とかそういうものに引っ掛けた感じではなく、コクンコクンと魚が顔を振るような生き物の気配を感じます。気づけば手前に来てしまいましたが、カメとかだったらあげられるはずなので、まあ、おそらく鯉でしょうか。風切りといえども全く戦える感じではなく、網を使ってどうにか表情、顔くらいは見たかったんですが、残念ながらそれも見られず、最後は草とか根っことかそういうものに絡みつけられてしまって道糸を持ってプツンと試合終了です。やっぱりあれだけの水を濁らせてしまうと魚の警戒心が高まってしまうのか、10分20分と反応はなく、ようやく30分後に反応がありましたが、これが笑っちゃうようなオチでした。貝がついてる。何かわからないけれど、貝。私の記憶では午前中いっぱいは日陰のイメージでしたが、太陽が隠れているのは午前中いっぱいどころか9時まで持たなそうです。最近本格的に暑いので、ある程度のところで撤収しましょう。座ったまま片付けられるところを片付けたら、台を拭いてきれいにしてから収納します。台についた餌は後になると固まっちゃうので、早めのお掃除がおすすめです。今日もいろんな魚が遊んでくれたので楽しかったです。こういう自然がそのまま残る水路、いつまでも消えないでほしい。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。評価ボタンを押してからこの動画を閉じてくれると嬉しいです。ではでは、の前にチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは今度こそまた次の動画でお会いしましょう。